私と付き合ってくれませんか？え？なんだこの状況は。突然こんなところに呼び出されて、付き合ってくれませんかって。一体どこに付き合えばいいんでしょうか。え？あ、やべ、なんか変なこと言ったか俺。あ、どこでも付き合うよ俺。本当？よかった。嬉しい。あ、何か嬉しそうだ。なんだかわからないけど嬉しそうなのはいいことだ。一体どこに付き合うのかよくわからないけど。私、渡辺さよって言います。明日からよろしくお願いします。あ、いや、どうもよろしくお願いします。明日か。明日の用事は特になかったよな。じゃあ、今日のところはこれで。私もすごく恥ずかしくて。あ、はい。あ、俺小池。小池祐二君ですよね。彼氏になる人の名前知らないはずないじゃないですか。はあ。え、彼氏？私と付き合うって言ってくれました。俺が彼氏？はい、そうですよ。え、じゃあ、さっきのはそういう意味？私、恥ずかしくて顔から火が出そうなので今日は帰ります。明日は一緒に学校に行きましょう。迎えに行きます。あ、ちょっと。私と付き合ってくれませんか？俺、告白されたのか？あのさよってこと、付き合うのか？小池祐二君ですよね。彼氏になる人の名前知らないはずないじゃないですか。この日、突然俺に彼女ができた。お、ユージ、なんだよって。俺もいろいろ忙しいんだからさ。呼び出しといてなんだよ。なんとか言え、おい。俺さ、彼女ができたんだ。は？へえ、そうか。はは。まあ、物好きな女もいたってことだな。よかったんじゃないか。そうか、よかったんだな、俺。で、どんなやつだ？もうこんなチャンス来ないかもしれないからな。渡辺さよって言ってた。わ、渡辺さよ？知ってるのか、サトシ。お前、マジで渡辺さよなのか？そう言ってたが。まあ、そんな名前の子、何人かいるからな。特徴言え！確か髪は肩より長くて、目は垂れ目で、ふむふむ。鼻の横にほくろがあって。なんだって。まさか。そんな。お前が渡辺さよと付き合うなんて、なんかの間違いだー！あいつ何なんだ？はい、どなたですか？さよです。ゆうじくん、学校行きましょえ、わ、渡辺さん？おはようございます。おはよそういえば、さっきは大丈夫でした？何かすごい音しましたけど。ああ、まあ大丈夫大丈夫。そうですか。俺が渡辺さんと一緒に学校へ登校？ありえない。きっと渡辺さんは勘違いしてるんだ。きっと誰か他のやつと。渡辺さん、え？何か勘違いしてません？何がですか？僕は小池雄二です。はい、知ってます。俺は渡辺さんが好きになるような男じゃないんです。好きじゃなかったら告白なんてしませんけど。
好きなの？俺を？そうか、きっと視力が悪くてよく見えてないのかもしれないな。そんなかっこいい男じゃないよ俺。視力はいくつですか？はい、両方とも 2.0 です。へえ、すごいね。ありがとうございます。あ、信号変わりましたよ。俺が女の子と手をつないでいる。こんなことがあっていいのか。でもなんか幸せ。おい、ユージ。なーに？痛いよ。こら、ユージ、しっかりしろ。なんだよ、サトシ。俺は今最高に幸せなんだ。なんでこんな奴に、渡辺さんが。渡辺さん？はぁ。行った！何すんだよ、サトシ。お前のどこを気に入ったかは知らんが、このままだとお前は振られるぞ。え、なんで？考えてもみろ、お前は女と付き合ったことがないだろう。うん、まあそうだけど。いいか、最初のうちはお前のことをよく知らないから仲良くしてやれるが、そのうちお前のダメな部分を知って愛想をつかせに決まっている。え、そうなのか。そうだ、格好悪くて容量悪くて楽しくなくて弱っちいユージは完璧に振られる。いやー、渡辺さよといえばうちの学年でもトップクラスの女だ。容姿端麗、成績優秀、おまけにチャラチャラしてなくて誰にでも優しい。おまけに渡辺さよを狙っている男は大勢いるんだ。どうしたサトシ。まあ落ち着けって。そこでだ、俺がユージを渡辺さん好みの男にしてやるよ。ありがとう。でもさ、サトシって誰かと付き合ったことあったっけ？知ってるか、ユージ。運動ができるやつは昔からモテるんだ。そうなんだ。確かに運動部のやつらって付き合ってるやつが多いよな。おい、ちょっと来てくれ。なんだ、どうした時は。小池ユージがお前たちと勝負したいって言ってるぞ。え、俺そんなこと言ってないよ。マジか、いいぞ、相手になってやる。全力で来いよ。ユージが負けたらなんかおごれよ。じゃあ俺プロテインな。ちょっと待ってくれ。俺がみんなに勝てるはずが。頑張れユージ、渡辺さんにいいところ見せたくないのか。え、渡辺さん、サトシ、俺やるよ。よし、頑張れ。渡辺さんのハートをゲットしろ。あいつが立ってる位置がゴールだ。全力疾走の一本勝負、位置について。渡辺さん、俺頑張るよ。よーい、ドン。え、俺早いよ。こんなに早い。渡辺さん、俺君のために走れたよ。まったく、お前ってやつは。いきなり滑って転ぶわ、顔面打つわ、しまいに足がつって動けなくなるわ。散々だな、ユージ。うるさい。せっかく渡辺さんのハートをゲットするチャンスだったのに、がっかりだな。きっと不甲斐ないユージは愛想をつかされに決まってるな。はい。
ユージ君いますか？え、います、ここにいます。ユージ君、大怪我したんですか？私、心配で。え、いや、その、なんていうか。大丈夫、大丈夫です。全然平気です。ひどい転び方だったから。みっともないとこ見せたよね。よかった。渡辺さん、一緒に帰ろう。ユージ君。え、うん。本当に大丈夫？大丈夫大丈夫、そんなに痛くなかったから。俺って一体なんだろうね。あ、おはよう、サトシ。ユージ、昨日の作戦は失敗だったが、今度は絶対成功させるぞ。うん。いいか、作戦はこうだ。投稿しているお前たちに柄の悪い奴らが絡んでくる。その時お前はこう言うんだ。なんだお前たち。昔から女は強い男に憧れを抱き、そのたくましさに惹かれるんだ。なんだか漫画的発想だね。うるさい。怖い体験を共有した男女は親近感が生まれるっていう綿密な統計があるんだ。でもさ、俺一度も喧嘩なんかしたことないよ。振りだけだって。俺の知り合いだから安心して襲われろ。でもさ、痛いのはちょっと。大丈夫、最初だけ、最初だけ。それがだんだん快感になって。サトシ、俺そういう趣味はないな。とにかく俺の知り合いに任せとけ。なんかすっごく不安だ。ユージ君、昨日の怪我は大丈夫？あ、うん、もう全然平気。よかった。体は大切にしてね。ありがとう。渡辺さんは優しいんだね。ううん、ユージ君にはかなわないけどね。え？ユージ君、お願いがあります。は、はい、なんでしょう。渡辺さんじゃなくて、サヨって呼んでください。え、え？私はユージ君の彼女で、ユージ君は私の彼氏です。同じ学年で同じ年、付き合ってるんだから当然だと思います。そんな恐れ多いことを。ユージ君は私のこと嫌いですか？え、どうしたの急に。ちゃんと聞かせてください。私もユージ君のことユージって呼びたいんです。え、そんなサヨだなんて。一緒にいるだけでも信じられないのに名前で呼ぶなんて恥ずかしい。今日こそは聞かせてください、ユージ君。お、こんなとこでイチャついてんじゃねえぞこら。じゃついてんじゃねえぞこら。お熱いね。お熱いね。お熱いね。こえー。あ、でもこれってサトシの言ってた3人組だよね。大丈夫だよね。なんだお前たち。この兄ちゃんマジかっこよすぎ。ほんとかっけよ。彼女ますます惚れちゃうよね。惚れちゃうわ。こんなセリフ言ってるから大丈夫だよね。作戦。やんのかこら。やんのかこれ。彼女見てるからって決まってんじゃねえぞ。おい。へえ、怖い。でもここで俺がこいつらをかっこよくやっつけたら、渡辺さんはきっと。よーし、かかってこい。暴力なんて大っ嫌い。え、そうだ、暴力は良くないぞ。あっちゃー、何やってんだ俺。この姉ちゃん生意気。めっちゃ生意気。一緒にぶっ飛ばされてんのかおら。おら、なんか超ムカつくんですけど。どうしよう。喧嘩になったら渡辺さんに嫌われそう。でもこいつら本当に殴ってきそうだ。信用していいのかサトシ。とにかく俺の知り合いに任せとけ。やめろ、俺の彼女に手を出すな。俺、すっごいこと言っちゃった。
ユージ、いや、小池くん、私、弱い人は嫌いです。さようなら。待ってよ。渡辺さん。やっぱダメだな。俺、渡辺さんを守れなかった。俺の彼女に手を出すな。そうだ、あの後渡辺さんはどうなったんだ。畜生。俺がもっと強ければ。ユージくん、びっくりした？渡辺さん？はい、ユージくん。どうもありがとう。そのジュース、嫌だった？え？いや、大丈夫だよ。そっか、よかった。ねえ、一つ聞いてもいい？うん、いいよ。渡辺さんはどうしてここにいるの？私がいちゃダメかな？そんなことないよ、絶対ない。じゃあ、いるね。うん。聞きたい、俺のことを。